久保さん、あのですね、あのー、走行中、移動中、まさかのランプが鳴りまして、あのー、オイルが、ね、最低ラインですみたいなね、マジかみたいな。マジかみたいな。えー、どうするみたいな。で、まあ、グーグルマップって便利ですよね。ね。あの周辺で BMW って検索してねあの、BMW の、行ってきたんですよ。はい、こちら、行ってきました。 BMW。BMW は確かなサービスであなたの信頼にお答えいたしますと。はい、これね、まあ、あのー、ね、まあ、その電話した時にすいません、今ちょっと車、あのー、たまたまこっち来てて、みたいな話で、あの、ランプ光っちゃったんですけど、見てもらえますか大丈夫ですよ、みたいな。で、まあ、あのー、1リットル補充してもらったんですけど、あのー、ありがたかったですね。うん まあでもそこの店舗さんからすると、まあもう多分、多分もう来ないんですよ。もう多分おそらくその店舗は利用しないんだけども <laughs>。で、BM のすごいす、僕すごいなと思ったのが、一応そのね、担当の人に、まあこういう事情で今こっちに来てるんですっていう、たまたま来てますみたいな話をしててね。なんだけども、あのー、ちゃんと顧客情報を取られましたね。まあアンケートお願いしますみたいな <laughs>。リストちゃんと取ってますね。BM って、 まあ、トヨタとかはちょっとわかんないですけど、BM ってすげえリスト取るんですよ。で、アンケートもすげえ、まあ、毎回そのメールアドレスに対してアンケートをどうでしたかっていう。だから、あの、多分メール来ると思うんですけど、こあの、こっからまたメール来るんですよ。で、メールも、メールアドレスも必須なんですよ。そのアンケート項目、メールアドレス絶対入れてくださいみたいな必須になってるんですけど、で、あの多分この、じゃ整備、まあ利用していただきありがとうございます。整備はどうでしたかっていうアンケートがまたメールが来ます。<laughs> で結構ね、徹底してるんですよね、BM ってそこが。だから僕、まあ、トヨタとか日産とか、わ、まあ、かんないですけどね。まあ、今、どうなのかわかんないですけど。で、あと僕は BM でびっくりしたのが、個別動画ですね。個別動画で、その、まあ、車検した時とかも、まあ、親父の車検した時も、整備士の人が動画撮ってね、まあ、チェックしましたっていう、ここ、じゃあ見ましたっ,つっていう、吉谷様っていう、 専用サイトみたいなね。吉谷様みたいな。で、動画が埋め込ま、動画が埋め込まれてて、ここチェックしましたみたいなね。あと、車を Z4 買った時も、あの、吉谷様っていうページがあってね。吉谷様というページがあって、で、担当者誰々みたいな。で、これから納車でございますと。車磨いときましたっていうワンツー動画ですね <laughs>。いや、ちょっとびっくりしましたね。BM すげえな、みたいな。あ、BMW もワンツー動画撮ってんだ、みたいな。 <laughs> しかも、吉谷様ページの中に、その、埋め込め、埋め込められてるっていう、あれ結構学びっすね。埋め込められてるって、またちょっとなんか、すごいなっていう。あまあ僕は、まあすいません、限定動画とかで、まあ個別で YouTube で送るんですけど、いや、あれは、まあ、まあ、真似しようと思えばね、真似できますね。だからちょっとクオリティ上げるというか、〇、ま、〇る,まる,ま,るまる様の専用ページを作って、なんか動画を送るみたいな。だからドゥとかね。 なんかその <laughs>、ま、人竜とかワードプレイスなんでもいいんですけど、なんかページ作ってね、まる様っていう、人竜のタイトルまる様っていうね。よくないですか多分結構いいと思いますよ。すげえ、それ、ま、同じ動画なんだけども、やっぱその YouTube の限定動画だと、その、なんだ、関連動画とかも出てくるじゃないですか。その、ま、他の情報も出てくるんですけど、埋め込むと、もうそれ一択だから、うん。 いや、すごいっすね。だから僕は BM、だから BM すごいなって思うところは、あそういうところでございますね。だからまあ今後多分ねし、ずっと死ぬまで BM に乗るんじゃないかなとは思いますね。<laughs> 多分次乗り換えるときも BM だろうし、多分死ぬまで BM 乗るは。まあまあ気持ち変わったらまあまた34買うかもしれないですけど。でもね、もうやっぱね、34はね、エアコン効かないのがね、うん だからまあ買ったとしてもお金に言うとりがあってサブ車みたいな乗り回すっていうのは非現実的ですね。夏場とか本当にね、非現実的ですね。だってぶっ壊れますもん。このくそ暑い中渋,渋滞とかに巻き込まれたらぶっ壊れますよ、多分。<laughs> オーバーヒートしちゃいますもん。まあ久保さんの車もこの炎天下で渋滞したらまあやばいでしょ。オーバーヒートしますんですよね、多分。 今のね、だからほんとね、買い替えてよかったなと思うのが、エアコン効くし、そういうのビビらなくていいっていう。渋滞しても全然エアコン効くし、なんか、快適っすね。そう。それがね、ほんと買い替えてよかったなと思うことですね。まあ、それはそうっすよね。まあ、最新。まあ、僕の昔に乗ってた車は20年前の車ですし、まあ、ちょっとすげえいじってあるんでね、エンジンを。まあ、すぐ熱くなるっていうか、まあ、しょうがないんですけど。まあ、そうね、燃費もめちゃくちゃいいっす。 燃費もいい。本当にいいっすね。すごいっすよ。うん。だからね、あの、鹿児島と東京間、鹿児島と東京間1000キロ以上あるんですけど、これをなんと91回で行けるっていうね。91回っすよ。昔は GT-R 乗ってた時は3、4回入れてたんですけど、鹿児島から東京まで行く場合はね。今はね、1回で行けちゃうっていう。91回っす。 しかも、油一回して、まあ全然300キロとか400キロ残ってる状態なんですよ。東京ついてもね。すごいっすよ。<laughs> まあエコ運転すればね、本当に。すごい燃費いいし、すごいなっていう。うん。まあ時代は進化してますね。うん。変わってきましょう。いろいろと。うん。はい。まあというお話です。いってらっしゃい。